ウイチョル族あるいはウィチョル族とは、主にメキシコのナヤリト州やハリスコ州に暮らす民族である。ナワトル語も属する、ユトアステカ語族の言語である、ウイチョル語を話すが、人口約2万人のうち65%はスペイン語も用いる。伝統的に農耕を行うが出稼ぎ労働にも従事し、また本来は狩猟採集民であったという説が有力である。 色彩豊かなケイトエやビーズ細工といった民芸品の制作やサボテンの一種であるペヨーテにまつわる文化で知られている。なお、農耕や出稼ぎ労働、儀礼、商売といったあらゆる活動を家族もしくは親族単位で行う傾向が見られる。ウイチョル族はサン・アンドレス・コアミアタ、サンタ・カタリナ・クエスコ・マティトラン、サン・セバスティアン・テポナワストラン、トゥクスパン・デ・ボラーニョス、 ウアダルーペ・オコタンという5つの先住民、共同体に居住する。これらの先住民共同体は、軍の改革分ではあるが、統治や宗教に関して大幅な自治権を有するものとなっており、5つの中では、サンアンドレス・コアミアタの村が、ウイチョル族の存落としては、最大規模のものである。ウイチョル族の起源については、以下のような4つの説が存在する。 西シエラマドレ山脈の東方から西シエラマドレ山脈に移動してきた狩猟採集民。西シエラマドレ山脈の南方から移動してきた集団。太平洋岸から移動してきた集団。最初から西シエラマドレ山脈に暮らしていた集団。1、この説の狩猟採集民とは、ユトアステカ語族の言語を話していたとされている、七メカと総称される集団で、 特にその一派の手をチチメカあるいは、グワチチルがウイチョル族の祖先であると説明される場合が多い。このチチメカ起源説には、さらに起源を局地的に、ペヨーテ巡礼の聖地、ウィリクタと特定するものも存在する。2、この説は、ウイチョル族の神話、伝承に基づくもので、起源の地をウィリクタ周辺とする1の説よりもさらに古い時代のことを説明している。 可能性のあるものである。3の説も神話に基づくもので、神話では太平洋岸の聖地、ハラマラで誕生した神が聖地、ウィリクタへと移ったと語られており、やはり1の説よりも古い時代のことを説明する内容となっている。一方、4の説に関しては、ウェインガンドが西エラマドレー山脈での考古学的調査により、 西暦200年頃以降の文化発展の形跡の発見について触れ、ウイチョル族の祖先は、西シエラマドレ山脈地域の内太平洋岸近くのテクアル地方に暮らしていた住民と、山脈を流れるチャパラガナは流域南部、北部及び東部とボラーニオスダニの住人であるとの見解を述べている。しかし、多くの研究者は一の説のように父メカに起源を求める説を支持しており、 父メカが何らかの外部からの圧力を避けて産地へと逃れ、狩猟採集から農耕へと制御をシフトした子孫が、ウイチョル族であると考えることが可能である。山森も、先スペイン期から西シエラマドレ山脈内に暮らす住民も存在していたであろうが、非常に山深く、食料資源が乏しい過酷な環境から考えて、 今日のウィチョールの祖先になりうるほどの大規模な集団が暮らしていたとは考えがたいと述べている。19世紀末の10年間には探検家カールルムホルツがウィチョル族やタラフマラ族をはじめとするメキシコニシシェラマドレ山脈の先住民の間でのペヨーテの使用を記録している。ウィチョル族やタラフマラ族の他にもコラ族がペヨーテ儀式を行うことで知られているが、 いずれも踊りが中心で何世紀にもわたってその内容をほとんど変えていないと推定され、特に現代、ウイチョル族のペヨーテ儀式は、スペイン人記録者、ベルナルディーノ・デサー軍が記述を行った、テオ・チチュメカの儀式との一致が見られ、植民地期以前の儀式に最も近いものであるとされる。メキシコの古い記録は、キリスト教の宣教師たちが残したものであるが、 その一方で宣教師らはペヨーテを用いた儀式を邪教とみなし、猛烈な迫害を行った。しかし、それでも、なお、先住民たちは何、世紀にもわたる伝統のあるペヨーテカルトを放棄しようとはしなかった。1934年と翌1935年には、米国の人類学者ロバート・ m ズイングが、ウイチョル族についての現地調査を行った。 ウイチョル族は乾燥した山岳地帯において、世帯ごとにランチリアという村落にまとまって居住する。4月頃から9月頃にかけての浮器に、トウモロコシやカボチャ、タバコ、フリホール豆といった作物の生産を、種をまくための棒や、スキ、家畜を用いる極めて伝統的な焼き畑農法で行うほか、副次的に狩猟や採集も行う。すでに歴史で触れられたように、 ウイチョル族は本来は狩猟最終民であった。可能性が高く、生活様式は狩猟最終民的なものと、農耕民的なものとを接中したものとなっている。現代においても農業は、ウイチョル族によって最重要の産業であるが、工術するような出稼ぎや民芸品の製作販売といった収入源の多様化もあり、農業の重要度は徐々にではあるが低下しつつある。 10月頃から3月頃までの寒気は、農寒気にあたり、ウイチョル族は、ランチリアを離れて、共同体の集う場となる村へ移動する。寒気には、共同体規模での儀礼も取り行われるが、その中には、口述するような、ペヨーテ巡礼なども含まれる。一方で春になると一時的な労働のため太平洋、沿岸部まで出稼ぎに赴く。主な出稼ぎ先は、ナヤリト州やハリスコ州。 サカテカス州の農場で出稼ぎに出るウイチョル族のうちの約6割は太平洋沿岸部のタバコ農場などで季節労働者として働く。ウイチョル族は刺繍などを施した色とりどりの民族衣装や神話に関連した内容の毛糸への制作を行っていることでも有名である。ウイチョル族の民芸品には他にビーズ細工や織物の帯、 肩掛けカバンも存在するが、講述するように民芸品の制作や販売が、ウイチョル族自身への大きな現金収入には、結びついていない現状が指摘されている。またバイオリニアギターの自作も行う。民芸品店で販売される。ウイチョル族の民芸品は、ケイトエとビーズザイクトに大別される。ケイトエの一例このうちケイトエは、ニエリカとも呼ばれ。 本来はシャーマンが世界を知るために用いる呪物、つまり特別な力を有する道具で、天の世界を覗くための窓をかたどったものであるとされている。シェーファーファーストもニエリカの語彙を異世界への入り口としている。道具としてのニエリカは形模様とも様々で、フレゼンヒーメネスはニエリカの形を一家のように分類している。小型のものの多くは、 呪物として用いられる矢に取り付けられ、一方大型のものは、神殿の壁にはめ込まれたり屋根から、ぶら下げられたりしている。しかし、今日呪物として制作されるニエリカの大半は、円形の小さな板を基本としてその中央に、のいずれかとなっている。こうした呪物としてのニエリカから、やがて商品としての経緯問いが派生するわけであるが、この発展は、ウイチョル族自らの手による、 自発的な取り組みによるものではなく、1934年、あるいは1935年頃から見られた外部からの働きかけを契機とするものである。その後1953年にメキシコシティに、ポピュラーアート、産業博物館が設立されるが、この頃から、ウイチョル族のケイトエ制作が盛んになり始める。はじめのうち、ケイトエは小型かつ簡素なデザインであった。しかし、 サポパン大聖堂のフランシスコ会神父、エルネストロエラオチョアの助言を受けた、ウイチョル族のシャーマン・ラモン・メディナ・シルバが、同大聖堂のウイチョル族博物館での展示販売を目的として、ウイチョル族の神話をケイトエに表現することを始めた。こうして、ウイチョル族の世界観が編み込まれたケイトエは、その独特かつ緻密な制作技法とデザインの、 サイケデリックサトが高く評価され、民芸品からアートへと昇華させられた。またこの系統へにより、ウイチョル族は伝統的な生活を保つ先住民、また芸術家としてメキシコ内外で知られることとなった。ビーズ細工のレールボケルついでビーズ細工だが、これには二つの系統が存在する。一方はイヤリングやネックレス、指輪、ブレスレット、ペンダントといったソーシングで、 もう一方は、呪物にエリカより発展した毛糸絵から、さらに派生したものと思われ、四角い木製板や氷炭の器、仮面や動物の像に蜜蝋を塗り、その上にビーズによる絵や模様を貼り付けるものである。いずれの系統のものも19世紀末に関連する記録が存在し、前者は女性用のビーズ製イヤリングやブレスレット、足首の送信具について、 サンタカタリナクエスコマティトランに派遣された政府の役人が、後者は氷炭や土でできた器型の呪物、ジカーが、彩色とビーズで飾られ、神に捧げられていると、ルムホルツが記録している。ただし、動物の像にビーズを飾る手法は、ウイチョル族固有のものではなく、ジャガーの頭部を模した像に彩色などの飾り付けをする、ゲレーロ州の民芸品から着想を得たものと、 考えられている。2015年の時点でビーズ細工は、ケイト絵よりも、主流の民芸品となっており、2010年には、メキシコの芸術活動のシンボル的なものとして、フォルクスワーゲン社のキュ b イートルの車体全体及び、内装にビーズ細工は施した巨大な作品エル・ボケル、が、ポピュラーアート美術館の下で、大勢のウィチョル族の参加によって制作された。 ウイチョル族のケイトエやビーズ制作が国内外の注目を集めてきた一方で、こうした民芸品によって得られるはずの収益が、党のウイチョル族に十分行き渡っていない状況も指摘されている。山森は民芸品の販売についての現地での実態調査を経た上で、ウイチョル族は資金力や商売の知識に乏しく、同族意識や同居意識が希薄な一方で、 民芸品の販売にも家族単位や親族単位で当たろうとするなどの狩猟採市民的な特質があると指摘し民芸品製作販売によるウイチョル族自身への収益が思わしくない理由をウイチョル族が本来は狩猟採取民であった説と関連づけて分析しているまたビーズザイクは比較的容易に製作が可能であることからウイチョル族以外の人間により同じ様式の 工芸品の製作や販売が行われる文化の氷設も起きている。ダチュラ・イナキシーやウイチョル族は伝統宗教の一環として、いずれも幻覚作用を有するサボテンカロフォフォラ族のペヨーテやヤウキというキクカコウオソウ族の植物を儀礼に用いる。このうちペヨーテについては、口述するようなペヨーテ狩りによって調達が行われており、ウイチョル族は他の どの幻覚性植物よりも高くペヨーテを評価している。ウイチョル族にはまた、サボテンカエピテランサ族のヒクリムラートや、永続的な自質状態を引き起こすと信じられる、サボテンカアリオカルプス族の通入り、神の統水薬であり、陽術の強力な補助薬として崇拝する、ナスカラッパバナ族のキエリという監木のほか、ナスカの朝鮮アサガオ族やう。 木立朝鮮朝顔族といった植物の取り扱いを心得ているものも存在する。しかし、朝顔や朝鮮朝顔といった植物や、しびれた毛などはペヨーテに比べると、格下の扱いとされており、妖術者に委ねられている。スペイン人による征服や植民地化以前からの伝統ある宗教には、雨や健康、物質的な繁栄などを司さどる神々が百以上も登場するが、 それらに対するカトリックの聖人の動画も見られる。ウィリクタに生育するペヨーテ10月から2月の寒期になると、ウイチョル族は年に一度のペヨーテの採取のために、サンルイスポト市地域のウィリクタという聖地まで旅を行う。ウィリクタは、ウイチョル族にとって、ペヨーテが豊かに生育する先祖代々の地であり、ペヨーテ狩りは、楽園、ウィリクタへの回帰。 原型の始まりと神話の歴史の終わりとみなされている。ウィリクタイの最初のペヨーテガリの旅は、シャーマンの祖にして、ウイチョルサイコの神であるタテ割りによって先導された。現代のシャーマンとタテ割りは、幻影や鹿の姿をした文化英雄カウユマリを介して、更新を行う。巡礼者たちは、通礼10人から15人で、シャーマンに導かれて、旅を行う。 巡礼者たちは儀式に必要不可欠なタバコ用の補足地瓶やウィリクタから採集した水を故郷へと運んでいくための補足地瓶を携行する。かつては徒歩で200マイルの旅が行われていたが、今日では車を用いる場合が多い。巡礼者たちはウィリクタへ旅立つ前に、自らの生体験の告白を伴う残悔とお清めの儀式を受けなければならない。旅の間、 食事や性交渉、睡眠は神々に習って差し控えられ、ウィリクタの神聖な山々が見える場所に着くと、巡礼者たちは儀式に従って清められ、恵みの雨を祈る。そしてシャーマンが映象を行っている最中に、頭の中の地図に従って、雲の関門や雲の通路を抜ける二つの感動的な段階を踏むことにより、あの世への旅を始める。 いよいよペヨーテ狩りの場所に到着するとシャーマンは儀式を、始めペヨーテにまつわる古来の物語を話し、安全の祈願を行う。巡礼者たちの中でも特に初めての参加者たちは、目隠しをされた状態でシャーマンの身に見える宇宙の入り口に誘われる。シャーマンの映唱の最中に、司災たちが立ち止まって、ろうそくを灯し、祈りの言葉をつぶやく。 ようやくペヨーテを見つけるとシャーマンは鹿の足跡をしばらく眺め矢でペヨーテをいる。巡礼者たちはその年初めてのペヨーテをいられた鹿になぞらえて栄華やトウモロコシの種子といった捧げ物を行い、カゴ一杯になるほどペヨーテを採取する。次の日になるとさらに多くのペヨーテが集められるが、その一部は故郷で待っている人々と分け合い、さらにその残りはやはりペヨーテを使用するコラ族や、 タラフマラ族のために売り出されることとなる。その後には、タバコ配りの儀式が行われるが、ウイチョル族はタバコを火と結びつけて考えている。この儀式ではまず磁石の四肩くらいに向けて、矢が置かれ、真夜中に火が焚かれる。するとシャーマンは、火の前にタバコを置き、それに、羽飾りで触れつつ祈り、巡礼者一人数とにタバコを配る。各人は、 タバコの誕生の象徴である細口瓶に配られたものを入れる。なお、ウイチョル族はペヨーテ狩りに人類学者やメキシコの著述家が同行することを何度か許可している。ウイチョル語には有性ソリジタ視察音が存在し、例えばグライムスなどでは Z で表されているが、文献によっては X や ZR などで表記されることもあり、一定しない。なお、 いずれの民族の言語もユトアステカ語族に属するが、ルイスエトールでは、コラ語の方が、タラフマラゴよりもよりウイチョル語に近いとされている。焼き綿は山の斜面に作られ、コアメルと呼ばれる。ヒクリロサパラという別名も持つ。ニセペオテやヒクリスナメという別名も持つ。日本語の演芸名は、イワボタンであるが、イワボタンというと、 多肉植物ではない雪の下か猫のメソウ族の、ミヤマネ猫のメソウの別名でもある。ウェイパトゥルやテコマショチトゥルというナワトル語由来の別名も持つ。縦割り。シュルテスラによるとその名は、私たちの祖父の日である。また言語学的にもタートゥーアラマイチ PL、ポース祖父もしくは孫 PL、我々の祖父たちと分析される表現が存在するが、これは同時に、 特定の神々のサブクラスも指す。縦割りは手や足でペヨーテを持った姿で基人化されたペヨーテ神ひくりとしても知られている。経験を積んだシャーマンはマラーカメと呼ばれる。文化的英雄とも言う。神話や伝説において想像力を有し、人間に地上での暮らし方などを教える存在であり、人間の姿をしている場合と動物の姿をしている場合とがある。 このようにウイチョル族が鹿を神聖死している点は、ウイチョル族が本来は、砂漠地帯に暮らす狩猟最終民であったと推定する根拠の一つとされている。一つ一つの罪に関して、シャーマンが紐に結び目を作り、儀式の最後に燃やす。なお、ウイチョル族は、祖父と孫世代の間の関係性については同一性、平等性、相互性のあるものと考えており、親族名称は、 一方の世代からもう一方の世代に向けて、全く同一のものが使用されうる。ウイチョル語でトゥーアラは、祖父と孫、大王子と甥、い、または、名の息子を男性同士で相互に表す語彙であるが、他にも、祖父母と孫の両方を表すトゥーカリが存在し、あるウイチョル族は、祖父と孫とは、同じ肉体からなる存在であり、互いを寝てうかり。 私のトゥーカリと呼び合うと述べている。ABCD ルイス・エトル、a b シェファーファースト、ABCDEF 山マモ ABC ヤスニ、山マモ ABCDEFGH オチアイ、シェファーファースト山マモ ABCDEFG 山マモ ABCDEF シュルテスラ、ABCDEFGHI ヤマ ABCD ヤマモリ、a, b, C, D, 山り、ABCDEFG 山り、ABC 山り、山り、シェーファーファースト山り、山り、山り、AB 山り、シュルテスラ。シェーファーファースト。米倉康二、梶田忠、BG プランツワミョウ学名インデックス。http コロンスラッシュスラッシュ ylist.info。ハットシェーファーファースト。シュルテスラ。 シュルテスラ。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS シュルテスラ。AB マイヤーホフ。シェーファーファーストグライムス。ABCD シュルテスラシュルテスラ。シェーファーファーストハーツ。英語、日本語。ありがとうございます。